今回は、現代思想、臨時マシカン、ピケティ、21世紀の資本を読む、を紹介します。世界的注目を集める、21世紀の資本がついに観光、フランスの若手経済学者トマ・ピケティの、21世紀の資本が大きな注目を集めている。経済成長が必然的に格差と不平等を拡大させることを、 膨大な過去のデータにより実証的に明らかにした同書は700ページを超える専門書にもかかわらずフランス語版英語版合わせて60万部を超える売り上げを記録し同時に激しい論争を生んでいるそこで本特集では12月9日にいよいよ日本語版が刊行される同書をいち早く読解検討することで その意義と可能性に深く迫りたい2014年12月現在21世紀の資本の副読本として最適だと思いますピケティ本人へのインタビューと国内外の指揮者のレビューが載っていますクルーグマンも初めに難点を挙げるとすれば多くの著者が冒頭に要約をするので同じことが何度も記載されてますまた 著者の間のレベル差が大きく明らかに読めてない人の書いた文章は学生のレポートを採点しているような気分になりますそれはそれで面白いですがまた同じような内容が多いという意味でちょっと展開が少ないように感じますしかしながら質の高い文章がとても多いので星5にしました特におすすめなのは外観として最適な EA 金 日本について考察した立花木先生シンプルなモデルを使って批判をしているビーローソンなどです以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします